ヤシガメ玉の鳥居がいて、はい、冬にはそこでおこたで座れるかなとポップコーンバケツが123個。これは何だろうな、ポップコーンバケツなのかな、ちょっとちっちゃいよね。はい、おはようございます。朝湾岸に引いてってたんですけど、曇ってきてだいぶ涼しく過ごしやすくなりました。やっぱ秋ですね。9月も半ばでございます。昨日は夜 F1 イタリアグランプリ見まして、ちょっと消化不良のまま終わったかなという感じでございましたが、昨日ですね、新しくカメラポチりました。360度映せるやつですが、前にもリコーのやつ昔持ってたことあったんですが、だいぶ進化してインスタ360っていうメーカーのやつ、まあこれも中国なんでしょうけれども、そこのをポチりました。来週ちょっとお泊まりで行くんで、それまで間に合うといいかなと思ってるんですけれども、まあ、メルカリで貯めてたお金があったんで、それで買えたんで、まあいいんではないかという理由というか、言い訳でございますちょっと面白いことができそうなもんですからね、楽しんでみたいと思います。はい、今日も来ましたが変わってないかな。ヤシガメ玉の鳥居がいてそのままみたいでございます。我が家ではですね、今一部屋6畳より広いのかな、そこがですね物置状態になってるんですよでそこをまあ処分しようと。ディズニーの結構使ってない未使用品なんとかあるんでね、それをメルカリ出したりとかして、まあとりあえず処分しましょうということになりまして、はい、冬にはそこでおこたで座れるかなと目論んでおるんですけれども、とにかく物が多くなってるんで断捨離をしたいなと思ってます。今のところ和子さんが一生懸命頑張ってくれて、じいちゃんは応援してるだけなんですけれども、ちゃんと2人でやりたいと思います。乞うご期待です。それとまず第1弾として、ディズニーのポップコーンバケツがね何個か未使用なのあったんで、それとかいろいろバラエティセットでメルカリ出してみたいと思います。先ほど言ってましたこちらがメルカリ出そうとしているものです。ポップコーンバケツが123個。これは何だろうな、ポップコーンバケツなのかな、ちょっとちっちゃいよね。あとランチボックス、これがDream Comes On、これのランチボックスが2つ、これみんな未使用です。でこれも、これはパソコンケース、これも未使用です。2200円もするんだ。クッション素材になっててね、結構いいです。1個確か使ってたと思います、僕も。リバーシブルになってて、こっち側で持つ分には結構おしゃれなんじゃないかなと思われます。ちょっとこれで持つのは勇気いるかなっていうか、取っ手が内側なんで、まあ両方にファスナーあるから大丈夫か。はい、ノート PC ケース、すべて未使用品です。この犬は使用品です。あとはこの中にいっぱい縫い歯とか、これも縫い歯なのかな、違うね。はい、いろんなミッキーだのミニーだのな、ミッキーさんだのミニーちゃんだのがいます。これをメルカリ出そうと思ってます。まだメルカリ出すのちょっと先なんで、もし視聴者さんで欲しい方いらっしゃいましたらまとめてお送りします概要欄に言ってください。後ほどメールででもご連絡して差し上げたいと思います。ちょうどこの120の箱に入りそうなんでね、もちろん送料もこちらで持ちますんでね、欲しい方いらっしゃいましたらご連絡ください。メルカリ出す前に。カインズに来ました。ミミちゃんすごい勢いで引っ張ってます。はい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 。ここはワンコも入れるんで嬉しいですね。はい。はい。お世話でした。はい、買ってきたのを食べます。日向だけどしょうがないね。アイスコーヒーと抹茶ラテ。うん、ランチか。うん、ハエが歩ってる。いただきます。はい、これは亡くなった和子さんのお父さんが使っていた大工道具です。うん、すごい、なんだろうね。まあ、ちょっと使い方わかりませんけれども。いろんなもんが入ってます。すごい数のカンナだね。みんな用途が違うと思います。宮大工さんだったんでね。こっちか。これもカンナだ。なんでしょうね。袋だね。腰袋がいっぱい入ってる感じです。これもカンナで、これは何でしょう。これはドリルの刃。こんなものがたくさんあります。下でミミちゃんがなんか騒いでます。足べがあります。これは高いやつかな。オルゴール。これは多分前の会社のお土産だと思うよ。海外行った人の。ディズニーな。USA グランプリラウンド1 in フェニックス。90年、ウィナーはセナですね。昔はそうだね、F1 流行ってたことは、一戦ごとにこういうジグゾーパズル売ってたんですね。